じゃあ、くまちゃん、最初、はい、ボールを上に上げて、はい、ヘディングする。はい。自分でボールを上に上げてヘディングしてください。はい、その時に、はい、まあ、まず見せてもらいます。じゃあ、まず、はい、お願いします。いきます。おヘディングの時のポイント。そうですね。やっぱ最初はやっぱボールを目から離さないで、うん、その当てる瞬間にしっかりとこうミートできるような感じにして、まあ、僕の場合やっぱフォワードなんで、うん、どっちかというともう首とかは振らずにそのまま体でこう前に行って当てるような感じですね。おいしょ、痛い。なるほど。今のくまちゃんどう？そうですね。まあ、あのいやすごいいいと思うんです。わあ、褒めてくれた。あのちょっと待って、一回そのマイヨシーの選手褒めるの何なの？まず一旦褒めようっていうスタンスは素晴らしいよね。はい、どう、褒めて伸ばしてくれるタイプなのかなって思います。、はい、頑張れる。頑張ります。じゃあ続けてください。すいません、ね、話し過ぎれちゃう。今のはやっぱり、はい、やっぱ当たない人もいるんで、やっぱ当てられるっていうのはやっぱさすがだなと思うんですけど。ただやっぱ今のは、まあ、いわゆるロケットヘディングみたいなもので、こう下から打ち上げるみたいなやり方になっちゃってるんで、これを多分もうちょっと下から入るんじゃなくて、ここ来たところをこうこの体のこういう感じで当てるみたいな。落下地点をしっかり読まないと下から行っちゃうよってことな。はい、確かに。今だったら下に入ろうとしてたんですよ。そうだね。はい、もうちょい我慢して落ちてきたの。もうちょっと我慢して体でこうもう前にも。なるほど。おお、わかりやすい。あ、そういうことか。はい。うん、頭で打つというよりも体でもそのまま行っちゃうみたいな感じの。押すんですね。押す感じ。壁でこうガッていくような感じ。おお、わかりやすいね。はい、どうぞ。はい、やります。はい、よいしょ。わ、当たってる。あ、でも。さっきよりでもやっぱシュート性のヘディングですよね、これが。だからすごいなんかゴールに行きそうなヘディングっていうのは多分その軌道だと思うんです。さっきのはどっちかっていうとまあ当たって上行っちゃったみたいな感じですけど、今のはちゃんとこう下に行ったんでシュート、僕が教えたいシュートのヘディングかなと思います。いきます。よいしょ。はい、あ、今度ちょっと上がっちゃった。上がったんですけど、でも今のはその最初はやっぱ上にポンってあったんですけど、で2回目がもう落ちてこうシュート性じゃないですか。でも今のはちゃんと勢いもあって前にも飛ばせたんで、はい、それがやっぱ3回目になってこんだけできるっていうのは、うん、もうさすがとしか言いようがないです。すごい褒めてくれ。終わりよ。なんかもう、はい、パーフェクトの言い回しで終わり。すごい。じゃあちょっともう一段階ちょっと上のレベルで、ね、はい、じゃあこの真正面じゃなくてちょっと体を斜めにして、よりそのシュートっぽく、シュートの感じで、うん、ちょっと僕がやってみたいと思います。はい、だともうこうやって、うわー、おー、これだよ。確かに。やっぱり正面よりやっぱ力も出ますし、うん、より入るようなヘディングシュートになるんで、今のでじゃあ真正面の時とのプラスアルファ、はい、気をつけることとかってポイントってあります？そうですね、まあ、やっぱり真正面の方がボールはやっぱり当てやすいというか安定感があるので、うん、まあ、当たりやすいと思うんですけど、うん、やっぱ斜めになった分どうしても頭で行きがちだったりしちゃうんで、そこをもう真正面と変えないで、これも斜めにしただけでもう首とかも振らずにもう体でこうやって当てに行く感じで。やってみよう。はい、やります。うん、体は斜め、はい、顔はこっち、はい、いきます。はい、うん、でもそうですね、でもやっぱ力はやっぱ出てましたね。いい、はい、いいです、はい、やっぱ最初でこれは素晴らしいです。多分ね、はい、分かった。前吉野選手褒めてない、褒めてる。今統計しました、今データを。口説いてますね。いきます。はい、下がって、ほいほい。お、そう。今の、今の素晴らしいですね。反動をつけれた。はい、反動をつけて。はい。はい、斜めで。本当に、サッカーしてなかったんですか？どうですか？サッカー未経験。素晴らしいです。ありがとうございます。一回ごと褒めてくれる。では、はい、いきます。引いて、ほいと。あれ？そうですね。今ちょっと手に僕注目してみてたんですけど。うん、やっぱ手は一番安定しやすい、この位置がいいですかね。やっぱ
まあちょっと相手もうちょっともうちょっとこうちょっと春日みたいな、そうそうオードリー春日みたいな、習ったでしょ、習った、誰の時習った、胸トラップの、マサの時です、胸トラップの、あ、そう、そういうこと、そう、その位置で、あ、そう、常に手を置いといて、うん、やっぱサッカー中だと相手もいるんで、うん、相手を抑えながらっていうのが多いんで、やっぱ手はこの常に相手を抑えられる位置にいて、うん、ここでこういう感じ、おー、音がいいね当たってるって音しますよね、そうそう、なんか鈍い音するんですよ、ボス、確かに、はい、ペチンって言うじゃんあとはまあやっぱ引いた時とかもここにあった方が安定しやすいんで、多分手は、さっきこうなったんで、多分それだとやっぱ頭から行きやすいんで、こうやって、そうか、そう、手があった方がこうやって行きやすいんで、なるほど、はい、ちょっとラストやってみよう、まず今回はい、いろんなこと言ったけど、はい、それも含めて、はい、行きます、上げて引いて、こいと、うん、いいです、いいですか、いいです、全然いいです、ゆあちゃん感触としては、いや、なんか音が違う、もちろんもちろん、これクマさんの音出てたらあんたもう明日からここで練習やはい、あ、でもこの方がなんか構えに集中できます、そうか、狙いを定められる、なんかこっちだとウィンってなるんで、なんか全体的にふわーってなっちゃう、なるほどなるほど、はい、フォームはどうでしたクマちゃん、フォームはそうですね、でも悪くないと思うんですけど、やっぱりなんだろうな、もう、まあ、よく言うんだったら、もうこの位置からもうちょっと